ストライクドッキング、これじゃあようです。からさです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ってことでね、ポラリスを使っていきましょう。見つけました。ポラリスの最強のステージ守護獣です。まさかの。はい、守護獣です。守護獣の最近出たケリュネイヤ、一番最近の守護獣ですね。ここの周回の超絶、まあ、僕たちは動画ではね、なんだっけこいつ、ドイツの人、ああ、奈落ちょっと出てこんかったわ今。奈落の方ね。そう、まあ、奈落さんの、まあ、おにゃんこ本で紹介したと思うんですけど、ガチャゲン1枠結局入れた方がいいわけなんですけど、ポラリスがマジ最強、ガチャゲン1枠、うん、いやマジね、ポラリスって今ね、まあ雑になんか普段使いして強いよっていう印象で結構思ってたんですけど、やべ、ここ一強だわってとこ見つけた。これは守護獣のケリュネイヤの超絶なんですよ。これをね、機会にね、まあフレンドにね、ポラリスの極性の方がね、湧いてる方はね、ぜひぜひね、ケリュネイヤの超絶を回ってほしいわけですよ。ね、地中ギミックが出てくるんですけど、関係ないマジで。全部無視して当たりっていいの？無視してもうね、これ友情が強すぎる。やっぱり友情ブースト M とカウンターキラーの乗る、レーザーやばいっすね、これ。これ、大概のキャラできないっす。ここ、友情ゲーするの。だいぶきついっす。だけど、一人だけできます。ポラリスです。いや、ポラリス。いや、ほんと強い、ここ。やばいマジで。いや、こいつじゃなきゃできないからさ。しかももう、雑にこうやって斜めに当たって誘発してあげるだけでも、その、なんだろう、まあ、構えるみたいな感じでさ、バーって雑になんかレーザー出すイメージでさ使えるからさ、めっちゃいいよな。でもちろん奈落も強いんですけどね、このパーティーは。まあこれはもう結構最高峰のパーティーっていう感じね。まあ雑にね、運枠さん入れてもうポラリスでいいっす、うん、極論ね。いやね、マジビビったわ、この友情威力は。正直そうだね。いや強い、マジで。友情やばいよ。だってこれ、だから四重ギミックで強化してないからね、これしないでこの威力出すのよ。素の友情の威力だけで、素の友情の威力だけで、うん、で貴族性ってやっぱり友情ほど微妙だと思うんですけど、マジで今こいつが一強レベルなんじゃないかな。ほら今端しか当たってないからね、レーザーの端。いやで、このどかし強化してないで、これはやっぱいかれてるね。そうで、ギミックもね全対応してるっていうね。まあ普通に使っても強い。そう、普通に使っても強い。いやマジでね、これを機会にね、ケリュネイヤね回ってみることをお勧めしますわ。雑に運枠積んで、おう、まあ、ちょっと前回の守護獣の動画上げた時に奈落持ってねえよみたいな、ありましたね、ちょっとあったんで、やっぱそういう方もいるんだなと思い、まあ、今回は初歩でゲットできるねキャラでもやってきました。もうポラリス1体いればマジ解決です。で今回のポラリスはね、ちょっと紋章入りのやつを、紋章入りのやつがフレンドが入ってたんでね、それ使ってますね。マジやばくない？もし入れるとね、さらにイカれるね。イカれてるね、マジで。友情の威力マジで。とんでもないんすわ。もうマジで何も気にしない、もう。適当にもうポラリスバーンって当たってるだけ。超強いよ、これは。まあ、このパフォーマンスができる、やっぱね、性質がやっぱ少ないんすよね。なんかオーバースペックになっちゃうけど、ここはマジでちょうどいい。ちょうどいいぶっ壊ししてるわ。まあ、できるやついないからね。そう、できるやつがね、こいつぐらいっつうのがね、いい点だよね、このステージに関しては。まあだからね、実際ね、どこで使うのっていう意見ね、ポラリスあるとは思うんですけど、マジここっす。まあ守護獣わらって言われそうよ。いや笑い事じゃないよ、笑い事じゃないよ。かけら集めも大事よ、はい、守護獣も強力なやつ出てくるかもしれないからね、今後。そうね、はい、まあできるだけ楽にやっぱ回りたいわけじゃないですか。ただにせえだるいんだから。そう、ただにせえ、そう、泥率がきついのにみたいな感じだからね、うん、そう、できるだけ回復的に回すってなったら、まあ運枠、まあ3積みの、まあ今回ガチャゲン1が俺的にはいいかなと思ってトラリス選んでるんだけど、まあこれで新種ギミック合わせてあげて、まあ爆発キャラやってあげたら、まあアップした状態で友情も出せるんで、まあ超攻撃にしてくるのがおすすめかな、トラリス。えぐい、今殴り込みなんですけど、やばいよね、これ雑に適当に動いてるだけで、これは。まあぶっちゃけこの頭だけでいいレベルの何守護獣のクエストって結構ないから、そこまで最近なかったね。その前回の牛さんに関しては
あれだったからね。ねなんかこれまあ楽寄りだよね、これでいけるんだろ、マジで守護神の中で楽楽、マジで牛さんね、あのレーザージェネレーターだったから、まあ、その時点でだりーよっていう、その時点でだるいと思う人もいるだろうし、まあシステムをちゃんと理解すればそのワンパンスもできたりするんだけど、あのステージはまあでもこっちの方が圧倒的楽なんで、速度もいいし、あこれでいいんだもん、これ進む友情で、いやこれはぜひおすすめしたいね、うん、これポラリスマジで引いた方は使ってみてください。もうソロでやる方だったら本当の無双するんじゃないかな。はい、ってことで、まあ守護獣でね、ポラリスがおすすめってことで紹介していきました。いや本当にやってみてほしいかな、これは超快適なんで、ヘルネイアに関しては。で、まあ、どこで使うかって話だよね。他みんなどこで使ってんだろうこいつ、まあ、どこでもいけるとは思うんですけどね。あーヘルヘイムとか使ったのか最近みんなは。ヘルヘイムでもだいぶやばそうだねこいつ。とりあえずこの曲線ポラリスの方は、まあ、やっぱ友情コンボが特徴的、友情ブースト M 乗っちゃうはやばいよね。やばいですね、シンプル2倍だからね。でどっちも貴族性っていうのがポイント高いかな。やっぱ劇場のキャラは強いなーっていう感じがしますよね。で、まあ、もう一つの方も喋っていくか。はい、こっちねめっちゃいいんだけど、まあ、これが3まで刺さってくるかどうかね。まずそうね、まあ、それでまた評価はだいぶね違うだろうね。評価は変わる。でプラス27国の適性って感じかな。まあ、使ってみた感じ27国ではもうマジで強かったけどね。うんうん、マジで強い、いい殴りキャラっていう感じ。まあ、だけど殴りではまあ別に頂点ではないかなとは思ってるんで、殴れるけどまあプラスなんかサポート性能強めみたいな印象かな。うん、やっぱスピード型って時点でもうサポート寄りなんだよね。もうまずそのこいつの原点が、まあ、やっぱバランス型の頂点にはどうしても及ばない。そうバランス型には正直及ばないんで、まあ、スピード型なんでまあアシスト寄りかなっていう感じで、使用感がマジでねデビルズパンクインフェルノ。なるほど、デビパンク。まあ似てるもんね、超マインめっちゃ似てるし、友情一緒やし、友情一緒でみたいな、超マインでみたいな、すごいデビパンに似てるんだよねこいつ。なんか足の速いデビパンマジで。そうだから、まあ、デビパンもなんか結構局所的なところでちょいちょい刺さってくるから、そういう感じで刺さってくるんじゃないかなっていう感じだね、高難易度で。まあな、現時点ではやっぱ27億ですね。そうだね、現時点では27億で、まあ、めちゃくちゃ強いんで使っていくっていうことになるかな。まあ、ただコスモなんで、まあ、こいつはこいつでしか強化できないんでね、自身は同族過激とかを持ってあげたいかな。はい、まあ、てな感じでね、今回ポラリスでしたね。まあ、ぜひねケルネイヤーはねこいつめちゃくちゃ使い一番いいと思うんで、その4、50周回考えてるよって方はね、こっちの極性のポラリスをねぜひ1枠入れてね使ってあげてみてください。すごい快適になると思います。はい、ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。